こんにちは、ケーキです。今日のテーマはアイドルです。アイドルといえば、私一番好きのグループはモーニング娘。です。もちろん、私、ハロプロファンです。ハロプロのグループ、みんな好きだけど、モームスは一番好き。最近、ジュースジュースにすごくハマっています。で、モームスが私の人生に一番大事なグループだと思います。日本っていう J-POP のグループだけではなく、世界中モームスのファンとしてはもう6年前で始めましたと思う。2008年で始まりました。で、どうやって始まりましたって聞くかもしれないですけど、そう、長い話かもしれません。私、前からダンスをやるのがすごく大好きでしたので、ヒノイチームって知ってるのかな。このヒノイチームのイケイケっていう音楽がすごく人気も出ましたので、友達とお話すると、ほら知ってるのかイケイケってっていう話の中で、その人が、あれ、その子モームスと同じですか。で、私は、モームスって何ですか。で、その人は、YouTube にありました Ambitious 野心的でいいじゃんのプロモーションビデオを私に送りましたので見ましたけど、その時にファンにはなれたではないと思います。私、漫画も好きなので、何の漫画だったかな、お願いトゥインズ、その漫画の内容を全然覚えてないけど、そのお願いトゥインズの中で、キャラクターが矢口真里が好きだって、矢口真里って誰の説明の中でモーニング娘。のメンバーだって書いてましたけど、私その時にモーニング娘。って聞いたことがあるもとと思います。聞いたことがあると覚えたので、また YouTube にモーニング娘。調べましたけど、一番上にあったのがみかんの PV でした。で、みかんの PV を見た時に、わーって超かわいいって超かっこいいって気持ちが止まりませんでした。で、何回もみかんの PV を見ましたので、セリフを全部覚えたので、メンバーの表情とか何振りをするのも全部覚えたので、すっごくハマっていました。で、その中で一番ハマっていましたのメンバーは道重さゆみさんでした。モームスのファンだったら、モームスのファンじゃなくても知ってると思うんですけど、今週の水曜日、道重さゆみさんがモームスから卒業しましたので、まあビデオしないといけないと感じました。ブラジルは日本からすごく遠い、だからグッズとかシングルとかアルバムとか、もちろんイベントもライブも手に入れるのが行くことのはまあ無理まあ CD はネットで買うことができるのですけど、すごく難しいとか、あんまり CD とかアルバムとか持ってないんですけど、なかなかファンとは呼びませんかもしれませんですけどね。でも愛情がすごく感じます。ずっとその6年間ずっとモーニング娘。見ているんですけど、最初の時には道重さんのおかげでした。道重さんの可愛さがなかったら、多分私はずっとモームスのファンにはなれないと思います。そうですよね。まあその後でちょっとモーニング娘。をもっとモーニング娘。のことを知りたくて調べていると、一番好きなメンバーは亀襟になりましたけど、もちろん道重さんを好きに続きましたけど、エリリンのこともっと好きになりましたで、モームス、時私の人生の中で一番大事なことだった。学校に行く時には飽きちゃったら
すぐにノートでモムスの歌の歌詞全部ずっと聞いてるんだから、あのその2009年の時の曲全部していましたので、あのノートで歌詞を書くとかメンバーの名前とかずっとモーニング娘。が私の頭の中であったので、2010年に亀井理が卒業するの発表が来た時にはまあすごく泣いてました。だからその2年間、あの2008年と2010年とくすみこはるさんの卒業があったんですけど、もういっぱいの卒業があったわけではないから、すごくあのグループに慣れたし、でエリが一番好きだった人だったから、あのエリとあのジュンジュンとリンリンの卒業するって発表があったから、すごくあの涙が出るほどびっくりさせました。そんなこと慣れてないからどうなるかな、まだモムスのファンで続くのかなって、やっぱその思いがすごく溢れましたね。すごく大変な時でしたね。エリがね、もう今は全然テレビとかブログとか全然あの出ることがないけど、それでも今でもエリが私の一番好きなアイドルだと思うので、まあまあ、その後旧期メンバーのオーディションもあった、高橋愛さん、新垣梨沙さんも昔の人全部じゃなくてね、でもみんなほとんどみんな卒業したので、あのモムス超変わった。あの時でもモムスのファンだったけどちょっと離れたと思います。でブレインストーミングっていうシングルが出た時には、初めてみかんを見た時に、あの関係、あの思い、あのあかわいい、すごいって思い出したので、またモームスが私の一番大事なグループになりました。ブレインストーミングの曲で、ブレインストーミングからずっともっと近くでモームスを見ると、あの時からあの道重さんもリードでしたよね。で2008年とリードになった道重さん比べると全然別人だと思います。もちろん可愛いが続けたのですけど、しっかりになったっていうか、あんなに後輩を大事にするのが一番あのびっくりっていうのも違う、感動していたと思う。モームスのリーダーとしてその仕事を見事にできましたと思うから、もう感動しています。で今卒業したのですけど、私のブラジルで住んでる友達の中でサイミさんが最後のプラチナエラっていうのは2008年9年10年のモームスで最後のリンクだった、最後の先輩だった、モームス変わるって聞いたことがあるんですけど、そんなことはないと思う。だってあの道重さんがすごく変わったから、道重さんを見ると全然あの時のこと思い出すっていうんじゃなくて、今のことしか思うことができなく、できないから、あの全然最後のリンクとかそんなこと全然思ってないです。新しいモーニング娘。14にリンクさせないと、1,2,3とワクテカテカチャンスとブレインストーミングの時に新しいモーニング娘。が始まったと思います。サイミさんはあんなにもう卒業するからモームスが変わるだと全然思っていません。まあでもあの12期メンバーのオーディションがあったから、新メンバーも入ることがあるからちょっと変わるかもしれませんけど、私はモームスからもう離れないと思います。このままファンを続けます。いっぱいいっぱい喋ってましたけど、まあそれは私からモームスじゃなくて道重さんからのメッセージっていうのが
まあすごく感動しています。同意のファンなんですけど、ずっとずっと見ています。ずっと見ていましたから、どんなに努力していたのもしているので、どんなに辛い時もしているので、新しいモースが作ることができたので、いいグループになれたのですごくありがたいです。そのままモースがかっこいいかわいいグループで続けるのがいいです。道井さん、そんなビデオ見ないと思うけど、まあそれでもメッセージが届けばいいのです。今日はそんなことです。ついてこられなくてもわかります。だってそんなぐちゃぐちゃいろんな話したので、まあ許してます。アイドルワールドの中でいろんなグループも好きので、このビデオが全然最後じゃないと思うので、次のビデオ何のグループの話をするのか知らないけど、私いろんなグループが好きだから、まあお楽しみにしてください。日本語今でも全然上手じゃないだとしてるなんですけど、失礼なことを、礼儀全然正しくないだと思っていますので、そんなこと許してください。練習しないと。質問があったらコメントでツイッターで私に聞いてください。日本人と話す時がすごく楽しみにしてるので、ぜひぜひ私にメッセージを送ってください。日本語の勉強もパスカルだと思います。道重さん、卒業おめでとう。6年間じゃなくて12年間お疲れ様でした。以上です。またね。